こんにちは。今回は、社外品のフロアカーペットについて実物調査してみた内容を共有したいと思います。というのも、ディーラーのカーペットが高すぎて、もっと安く買いたいな。もっと動画映えしそうなカーペットがいいな。そんな風に考えたからです。カーペット探していたら一緒に検討しましょうね。それでは行きます。ナウローディング。まず、カーペットの価格帯について、お伝えしていこうと思います。私の大好きなエクストレイル T33 ですが、純正フロアカーペットの場合、2列仕様で35,800円、3列仕様で39,800円となっています。さらに、ラバーマット付きのデュアルカーペットにすると、2列仕様で39,800円、3列仕様で43,800円となります。ラバーマット付きのデュアルカーペットは、寒冷地で重宝しているようですが、私個人としては、安価な社外品で、ラバーマットと通常カーペットを、それぞれ一つずつ購入するでも良いかなと考えています。ということで、今回通常カーペットに関して、動画映えしそうで安価なカーペットを探してみました。まず、お買い求めしやすそうなメーカーとしては、MK がおすすめですね。理由としては、T33 用の専用カーペットがすでに安価に販売されており、カーペットの型を作成して郵送する必要がないからです。メーカーによっては、自分の持っているカーペットを送るか、紙にカーペット形状をトレースして送付する必要があるので、新車購入という観点では、カーペットの型が不要なメーカーの方が便利だと思います。では、MK のカーペットのバリエーションを見てみましょう。大枠としては4つに分けられていて、エコノミータイプ、スタンダードタイプ、エクセレントタイプ、プレミアムタイプがあります。一番安価なエコノミータイプで7,200円。最も品質の良いプレミアムタイプで11,000円なので、どの仕様でもかなりお安く購入できます。全体的にあまり価格差がないと思ったので、今回は、エクセレントタイプとプレミアムタイプで T33 のフロアカーペットがどんな雰囲気になるのか確認してみます。まず、ダイヤシリーズから見てみると、ブルーはこんな雰囲気になります。実際の模様と異なると思いますが、イメージ画像として参考にしてみてください。ダイヤブルーは落ち着いていて、内装色が黒の場合は、人気が高そうですね。続いて、ダイヤレッドですが、外装色がカーディナルレッドだったら、相性良さそうですね。そして、ダイヤイエローです。いいパワーの電気駆動のイメージとマッチするかなと思いましたが、このイメージだとちょっと落ち着かないかもしれませんね。気に入った人がいましたら、理由も添えて、コメント欄で教えてください。続いて、チェック柄を見てみます。チェックグレーは、モノトーンで、黒とグレーの配色ですね。全然違和感なくて、素敵なデザインだと思います。続いて、チェックホワイトですが、先ほどのグレーで配色されていた場所がホワイトになっていますね。明るい色が入り込むと、カーペットの主張が少し強くなるのが気になりますが、デザインとしては素敵だと思います。あとは、防音性がどれだけあるかが気になりますね。使用していく中で、黒ずみは避けにくいと思うので、除菌を徹底している人など汚れ対策ができる人には、おすすめかもしれないです。続いて、チェックブルーです。先ほどのダイヤブルーよりは、少し色合いが強調されている印象ですが、イメージ画像として見る上では、問題なさそうだと感じました。なぜか、日産のカーペットってブルーな印象が強いのですが、私だけですかね。次は、チェックレッドですが、これはかっこいいですね。ちょっと怖いおじさんがこのカーペットつけていたら、このエクストレイルには乗りづらいかも。そんな威圧感がありますが、皆さんはどう思いましたでしょうか？ちなみにですが、自分がオーナーならありですね。オラオラしたい。もしこの仕様にするなら、こんな感じでヒールパッド部を刺繍して私の特別仕様のカーペットにしたいですね。チェックイエローは省略。そして、鬼滅の刃ですね。子供たちの間では、まだまだ人気の鬼滅の刃。そんなチェックグリーンのカーペットにしたら、子供たちの間で人気者になれますね。少しネタも入っているかもしれませんが、あまり見ないデザインで面白いと思いました。以上にて、エクセレントタイプの代表的なデザインは終了です。次に、プレミアムタイプのカーペットを見てみます。まず、プレミアムブラックです。カーペットは目立たせたくないけど、質感は上質な方がいいと感じる方にはおすすめですね。この画像だと、真っ黒に見えますが、周辺部品の黒と同じ程度の黒みのはずです。最も人気のありそうな定番カラーで、質的にも一番のおすすめですね。また、プレミアム仕様だと、生地の厚さが 1.5-1.7 センチで最も厚いため、
ふかふかカーペットで、日々のドライブを楽しめると思います。レースなどで踏ん張りを効かせたい人には不向きかと思いますが、街乗りする人が多いと思うので、良いのではないでしょうか。レッドカーペットです。雰囲気かなり変わりますね。オラオラ感はあまりなく、なぜか少し上品、いやらしささえ少し感じてしまいますね。こんなカーペットにおもてなしされてみたいですね。そして、プレミアムグレーです。オフィスで見かけるようなカーペット模様ですね。落ち着いていて、実際に車で使用するにも問題なさそうです。しっとり大人の色気みたいなのを出すけど、脇役みたいなデザインでいいなぁ。ちょっと何言っているかよくわかんないですね。そして、ピューマブラウンです。もう足の踏み場がないですね。上品すぎます。でも、乗ってみたいですね。こんな車に。実際はもう少しピューマの斑点模様が大きいかもしれないですが、イメージはそこまで大きく変わらないはず。誰か購入したらぜひ Twitter で画像を送ってくださいね。そういえば、MK では、インスタグラムに実際のカーペット車載画像を投稿すると、1000円分のクオカードがもらえるようです。1000円も割引が効くのは嬉しいです。さすが、MK。サンプルをいくつか取り寄せてきました。一緒に見てきましょう。では開封します。結構サンプルたくさんもらっちゃいましたよ。放送までしてくれてあるとは思わなかったので、ありがたいですね。全7種類のサンプルを手に入れました。こうして見ると、なんだか贅沢な気分になりますね。3グレード分あるので、グレードごとのフロアマットの比較からしていきます。まずは、左のエコノミープレーンブラックからいきます。比較といったら、まずは厚さからですね。ノギスで測っちゃいます。4.81mm でした。もう一箇所くらい測定してみます。5.09mm でした。おおよそ、5mm くらいだということがわかりましたね。続いて、スタンダードブラックです。ループタイプで、くっきりした模様ですね。では、測定してみます。6.09mm でした。試しに、もう一回別の場所で測定してみます。6.12mm です。スタンダードタイプの厚さは、おおよそ 6mm ですね。そして、最後に、プレミアムタイプです。今回は、プレミアムグレーで計測します。1回目の測定では、11.5mm でした。エコノミータイプの倍以上の厚みがありますね。2回目の測定では、10.6mm でした。3回目は、11.9mm です。厚い分、ばらつきもやや大きいですが、かなりの分厚さがあることは伝わったはず。試しに、押しつぶすように測定してみると、4.36mm でした。エコノミータイプと同じくらいの厚さになります。裏面のゴム板の厚さに近づいていることがわかります。ふさふさしていて、いい感じです。では、これからサンプルを一つ一つ見ていきましょう。まず、プレミアムタイプのプレミアムレッドです。部屋の中で見ると、ワイナリーレッドというべきか、やや暗めの赤に見えますね。なんか、ポケモンカードの拡張パックを開封している気分です。おお、サラサラしていますね。毛が一本一本出てきていて、ふわふわというよりもサラサラな感じかも。サンプルカットしているにもかかわらず、触っている最中に、毛が落ちることもあまりないし、ゴム板と毛の接着強度は高いと思います。毛の一本の直径も細すぎず、太すぎずで、パッと見た感じ、数十マイクロムくらいの繊維形ですね。まだ、夏なのでわからないですが、帯電仕様だと冬場も困りそうにないですよね。裏を見てみると、滑り止め用のイボイボがついています。実際にどのくらい滑り止めできるか試してみます。手での操作レベルであれば、テーブルの上では効果十分です。では、実際にエクストレイルの助手席に置いてみたいと思います。日光に当てると、結構明るい色に見えますね。実際に足でも触ってみたけど、サラッサラでした。続いて、エクセレントタイプのダイヤブルーです。この色合い、画像で見てもかっこいいと思いましたが、実物もかっこよくて安心しました。ほら、青い X 模様が際立っていて、かっこいいですよね。触った感じとしては、あまりふわふわではないですが、純正フロアマットを日頃使っている方からすると、十分なふさふさ加減ではないでしょうか？ X 模様の部分は、刺繍みたいにしっかり編み込んでいるので、固めに作られていて、やや薄くなっています。長い期間使うことを考えると、耐久面や掃除のしやすさは良いと思います。では、こちらも助手席の足元に置いてみましょうか。もうシートに置いた時点で、この柄の良さがわかりますね。ちなみに、この市販品は、この向きで X 模様がレイアウトされるようです。内装色が黒なら、おすすめのフロアマットです。
そして、現時点でかなり気に入っている、プレミアムグレーです。この柄、単体で見ると、結構おとなしめに見えるけど、車の中で見たら、なかなかインパクトありそうだよな。やっと、取り出せた。それでは、改めて触ってみますね。なるほど。サラサラしているけど、他のフロアマットに比べて、モフモフ感の方が強いですね。言い換えると、弾力が強いです。このフロアマットは、エクストレイルでなくても色の合わせがしやすいと思うので、おすすめ度は高いですね。いやー皆さんにも一緒に触っていただきたいですね。サンプルの入手は無料でできるので、気になった方は概要欄のリンクから確認してみてください。では、助手席へ行ってきましょう。さて、置いてみますか。やっぱり、予想通り、目立ちますね。ホワイトグレーに見えるから、こうして見ると、フロアマットは全体的に明るく見えそうですね。落ち着いた雰囲気になりそうなので、おすすめ度は非常に高いです。しかも、他のフロアマットに比べてふかふかだし。次に、スタンダードブラックです。先ほどお見せした中で、黒なのに、ループ柄がはっきりと見えていた。スタンダードタイプ仕様のフロアマットです。触った感じは、表面は若干柔らかいけど、硬めです。足で踏ん張りを効かせたい人には、おすすめできるかもしれないです。しかも黒だから、汚れも目立ちにくそうですね。では、実際の助手席に置いてみたいと思います。遠目で見ても、ループ柄がくっきり見えますね。ただ、エクストレイルに合うかというと、ちょっと違うかもしれない。次は、エクセレントウェーブブラック。って書いてありますけど、そんな仕様は実はなくて、正しくは、プレミアムウェーブブラックですね。書き間違いです。黒色で、こんなふさふさなフロアマット見たことないですね。全体的に、サラサラした食感です。少し、表面の光沢が気になりますが、実際に車に乗せた際にどう見えるか楽しみですね。真横から見てみると、毛が垂直に綺麗に植毛されていますね。だから、こんなに弾力感があるのかもしれない。これだけ手で触っても、毛が抜けないので、初期品質は高いと思いますよ。では、助手席足元に置いてみます。若干、白く見えるところもありますが、ウェーブ柄の方が目立つので、白目立ちも抑制されています。いいですね。そして、エコノミープレインブラックです。一番安いエコノミータイプです。とりあえず、フロアマットが欲しい人には、おすすめですね。触ってみた感じからすると、オフィスによくある床マットみたい。汚れにくいし、垂れにくいし、なんだかんだ一番使いやすいかもしれませんね。では、実際に車載してみます。カメレオンみたいに、擬態しましたね。エコノミータイプだけど、バカにできないですね。これは、一枚持っておいても良いと思います。ナッパレザーシートを搭載の多くの皆様方、大変長らくお待たせしました。最後に、ナッパレザーと相性の良いプレミアムタイプのプレミアムウェーブベージュです。こんな風に、斜めにウィーブ柄が編み込まれています。おーおーおー、サラサラで上質感がたまらないです。ウェーブ模様の編み込み部分は、あまり硬くはなく、もさっとしています。Gグレードでナッパレザーシートで、プレミアムウェーブベージュのフロアマットなんて、ゴージャスすぎる。表面から指で潰してみると、毛が湾曲して潰れていることがわかりますね。故に、フロアマットの弾力にもつながっているわけですね。こんなフロアマットを敷いていたら、エクストレイルを乗り降りするだけで一日楽しめそうです。残念ながら、ナッパシート仕様ではありませんが、プレミアムウェーブベージュのフロアマットを置いてみますね。これが全面に広がるなんて、夢みたい。しかも、1万、1000円で購入できるなんて。いかがだったでしょうか？フロアマットはまだまだたくさん種類が存在するので、今後も見ていきたいと思います。なので、ぜひチャンネル登録お願いします。それではまた。